どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはですね、今熱い曲いきます。こちらです。ドーン、エメさんの残響参加。こちらの曲はもう説明不要でしょうか。今世界中でも大ヒットのアニメです。鬼滅の刃の主題歌、オープニングテーマになっております。このパワフルでグイグイ。エメさんのイメージとはちょっと違うかなと思ってたんですけど、この曲はもう世界観がもうね、バッチリ合ってて、力強いエメさんもすごいなということで、このちっちゃいウクレレ一本であのね、ごグイグイ前のめりに行く感じ、表現していきたいと思います。はい。いつものように2バージョンでやっていきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。これ初心者の方でもできますからね。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンは何と言ってもあのグイグイ突き進む、これドライブ感というかね、力強さ。これがですね、かっこいい感じでやっていけるようにやっていきますよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ったんだけど全然チャンスがなくてやったことないんですという方とか、やったことあるんだけど難しくて挫折しちゃいましたみたいな方が、あっと今にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるよってプログラムがあるんですよ。このガズレレオリジナルのプログラムが今もうめちゃくちゃわかりやすいということで世界中で大評判。今も何十万人もこのガズレレで音楽始めてますからね。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクここに貼り付けます。みんなここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方でもあっと今すぐできますからね。じゃあこのプログラムここからいってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるようにしている弾き語りのレッスン動画と課題曲、すでにもう1800曲、いやもう1900曲ぐらいあると思いますね。とにかくたくさんやっております。皆さんもね、好きな曲必ずあると思いますよ。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレで YouTube の中で検索していただいたりすると結構出てくると思います。やってみてください。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやっていきましょう。鬼滅の刃主題歌、エメさんの歌う残響参加、ガズレレでシンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3。枯らして燃える花
の エメさんの残響参加ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。このね、今シンプル簡単バージョンでも結構勢いを感じますね。こうグングングンという感じでこうパワフルにいきたいなと。歌の歌い方もちょっとなんかエメさんっていわゆるこうソフトな感じのイメージの曲が多かったと思うんですけど、この曲に関してはすごくこう芯があるというかですね、こうなんていうかな、そんな感じのイメージをやっぱ声のね感じもねやっぱ出していくのがいいと思います。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、やらせていただいております。まずはね、この簡単バージョン、ガズレレのバージョンで練習していただいて、慣れてきたら、主にね2番のパートあのショートカットさせていただいてるんで、コード進行1番と同じだから自分で書いて2番の歌詞をこう書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習していくのも、いいと思うんですけど、最初はね今のガズレレ、バージョンでちょっと練習していきましょう。これで全ての要素詰まってますからね。はい。で、今のねシンプル簡単バージョンに歌詞とコード出てますから練習していただいてもらって、1個目のゴール設定としては、簡単版の動画のガズさんと一緒に同時に演奏できたら素晴らしいと思います。ここまででも結構大変だと思うんですけど、歌のメロディーとかタイミング、結構テンポ早いですから、ゆっくりやったけれども早い。はい。で、できた方、一緒にできるようになった方おめでとうございます。そしたら次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から全部歌詞とコードを覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見て、だんだん自分、時間かけて自分の中に落とし込んでいって、いずれは、大空に向かってこう歌う。こういう風にね、暗記して覚えちゃって暗譜するのはいいと思うんですけど、まず最初はでも楽譜練習からスタートいきましょう。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏もですね、ガズさんが書いたノートです。このノートは入院中で、病室の中で書きました。このノート。はい。こんな感じで書いてます。これを見ながらね、やっていくのがいいかなと思うんですけど、はい。でもこれ、もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということで、映すんですけど、このサービス始まってますよ。ガズクラブ。このガズクラブってめちゃくちゃいいサービスで、何かというとですね、今日取り上げた残響参加を含むガズが今まで書いてきた手書きのノート楽譜のもう山のようなストックリストの中から、毎月皆さん5曲、この曲私やりたかったんだよな、いいな、この曲っていう曲を選んでいただいて、毎月5曲お手元に、その楽譜のデータがダウンロードできます。手書きのデータ。これがいいんですよ。で、これね、全部、当然ながらガズレレ YouTube とリンクかかってますからね、すぐに練習入っていけますよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず、毎月2回行われている、世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で、毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い、濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題。ただいまの課題曲はルパー3世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットが16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさんラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんでチェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。残響参加、エメさんですね。鬼滅の刃主題歌でございます。はい、これイントロから始まるんですけど、見てこれ。1って書いてあるでしょ？ってことは今日2枚にわたってまーす。すごいよ。いっぱいあるよ。ということですけど、見ていきましょう。まずイントロなんですけど、これがね、イントロとか感想でよく出てくるコード進行なんですけど、ここタッターって書いてあるんですよ。これ最後だけタッターなんですけど、ここよく見てください。かける2でしょ。これかっこいいバージョンでここ最後タッターなんですけど、ここはちょっと動画で確認してください。これ一番最後だけ、繰り返した2回目の最後だけかっこいいバージョンでタッターって決めてます。あとここに矢印が入ってるんだけど、これシンコペーションというね、リズムが入るよというガズレレならではの印なんだけど、この辺もかっこいいバージョンでは解説していきます。で、ここから A メロが始まっていきます。はい。この辺がね、なんかこう、ね、和を感じるというかね、刹那を感じるというかね、いい響きでございます。はい。こんな風に今、大きく映しとくので、皆さん、一時停止して時間ある方は、ノートに書き出して練習していってください。で、さっき紹介させてもらった、ガズクラブで、このノートを、のデータをダウンロードしてもらうのもめちゃくちゃいいと思いますよ。これね、ガズのノートの特徴ですけど、いつも言ってますけど、この V の字は、最初、休符だぞと、上にこの、点があるじゃないですか。
これでリズムを測ってます、ここ。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、うんだ、ガソデニ、削減か、うん、みたいな感じですね。この点と部位でリズムがわかるということでございます。あとね、この伸ばすところとかって歌詞カードにない表現なんで、こういうのもすごい参考になると思います。ガズクラブでダウンロードもめちゃくちゃ便利だと思うんでご活用ください。ひとまず時間ある方はこれ移していきましょう。まず A メロとイントロ。一時停止で。いい？そしたら次、B メロ。この辺がね、かっこいいんだよね。コードはシンプルです。で、ここかっこいいバージョンではズダダダダーンって感じでちょっとキメみたいなのを入れて、で、こっからサビに入っていきますね。このサビがね、やっぱりこう、スケール感でかいです。はい。畳みかけてくるような感じ。結構これ、勢いが肝心なんでね、このスピード感っていうかドライブ感、やっぱりかなり出していきたいなというふうに思いますね。はい。OK。コードはね、すごいシンプルなんですよね。ここもかっこいいバージョンでちょっとキメが入るよということでございます。はい。で、ここ終わったら、1回目のサビが終わったら、間奏ですね。これ、イントロと同じ間奏ですね。そして、ここが、本当はここからまた2番が始まっていくんですけど、ガゼリレショートカットアレンジで、ここからもうね、最後のサビの方に行こうと思います。ここで、選ばれなければ、選べばいいというね、ところに入っていきます。選ばれなければ、選べばいい。ここでちょっと E7 で長く引っ張って、ここも、かっこいいバージョンではこの下にぐるっと囲ってるコード、ここで登場します。E7 指そうということ。ここもちょっとね、テロップと確認してください。で、ここ止まって、ワンブロック、無音があります。ここで、溜めて最後のサビにドーンと入っていくよーということですね。はい。声を枯らしてって感じですね。はい。ここも最後、気持ちがよくこれ、疾走感満載で歌っていただいて、で、ここまで来て終わるんですけど、ここ、ラストのね、エンディングなんですけど、ここもイントロと全く同じです。感想とかイントロとか。なんでちょっとちっちゃく書いてありますけど、やることは全く一緒で。それで終わったよ、かける2で終わったよということでございます。はい、これが、ガズレレ流残響参加のアレンジでございます。はい、出てくるコード見ていきましょう。かっこいいバージョンではこのコード1個だけ出てくる。ちょっとこれ、ひとまず隠しておいて。今映ってるコードはシンプル簡単バージョンで出てきたコード。いっていきます。C と Am と A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。はい。1、2、3、4、5、6、9個ですね。今日出てくるこの9個、9個も出てきて多いなと思うかもしれないんですけど、これ分かる人には分かる。入門コードです。この今映ってる9個。これはね、助かるやつですよ。これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらめちゃ簡単。なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうすごい素敵な動画撮ってます。この動画見たら10個のコード。すぐに覚えられちゃうね。面白く楽しく覚えていきましょう。はい。今日はそのうち9個出てくるからね、今日はコードを覚えるにはいいタイミングかなというふうに思います。これ曲、鬼滅の刃好きな人はもうぜひ歌ってほしいな。これパワフルで、もうなんかあの世界観にもいきなりこうドーッと突入する感じですからね。はい。やっていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、まあ一応もう、いつも、このいつもタイミングで言っているんですけど、歌の確認ですね。この曲はですね、なかなか、エネさんのならではのこの歌い回しっていうのはあるんですけど、なんか結構覚えやすいなと思った。ただし歌難しいんですよ。音程が低いところから高いところっていうの結構出てくるんですよ。この辺はやっぱり聞いて練習するしかないんですよね。低いところから高いところってやっぱ本当にこう、なんていうのかな、この音の高低差。これがね、ある方がやっぱ歌って難しいんで、サビの中でもね、声よ届け、夜のその向こうへ、この高低差。これがスムースに行くのがなかなかなんですけど、そこが楽しくて面白いところでもあります。難しいけれども、そこをちょっとじっくり聞き込んでいって、自分の中でだんだんね、落とし込んで、歌を中心にやっぱやっていきましょう。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコード1個だけ追加。このコードです。E7+4。はい、どうやってやるかというと、入門コードのうちの1個 E7 を押さえてください。こことこことこと。はい、これ、E7+4 は人差し指がここになります。E7+4 から E7 へって感じでやりますね。E7+4 から E7。これはね、繰り返しのラストのサビ前でちょっと一回出てくるだけなんですけど、これは効果的面ですね。使っていきましょう。で、今日出てくるリズムなんですけど、今日出てくるリズムはこちら、ドン。8ビートのチャとシンコペーションでございます。はい。シンプルですね。これ、疾走感といえばこの8ビートのチャというリズムがやっぱ登場するんですけど、この今映ってる、2つの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますので、ちょっと見てみてください。まず8ビートのチャですけど、C で弾いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。このチャが入ると、このドラムのね、ドンパッとすると、
パン、このドライブ感で打楽器要素が入っているということで、これはかっこいいリズムなので、ぜひともさっきの動画でちょっとねマスターしてください。で今日はねこの矢印マークシンコペーションが結構キーワードになって、これがですねリズムがズコーンと前に入ってくるよということなんですけど、すごい連続で続いたり入ったり入ってこなかったりするんで、よーく最初はね楽譜とかテロップ、動画のテロップを見て、この矢印が入っているところがどんどんと前に食い込んでくるってことを忘れないようにしてください。まずこのイントロとかその感想とかエンディングで出てくるメインのこのフレーズみたいなところで出てくるんですけど、ここがね結構応酬ですから、ちょっとテロップ見てください。まあまあいっぱい書いてあるでしょ。まず F の前と G7 の前と E7 の前で3つ書いてある、ここだけで。これを繰り返します。いきますよ。 1,2,3,4 パンツタンダツタンダツタンダパンパンツタンダツタンダツタンダ、勢いあるでしょ。この矢印のところでドーンドンって突っ込むから、ダンダドーンドッドーンドッドーンドッダンダドーンドッ、 Am の時だけ食い込まないわけだよね。つまりもう一回ちょっとゆっくりやるよ。 1,2,3,4 ダンダ F G7 はい Am、 うんうんうん、はい、これがねかっこいいんですけど、シンコペーションが連続すると自分がどこにいたのか見失いますから。あとリズムがやたらやたら速くなっちゃうという傾向がありますね。じっくりリズム、体の動きとしてはゆっくりやりますよ。ダンツ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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これですからね。だからしっかりこう溜めて、タイミングを速くならないようにこうやるのがキーポイントです。これまたこれ、はい、ずーっと入るんじゃなくて、たまにないっていうのがキーポイントですね。ちょっと A メロの一番歌い出しもやってみましょう。だがために咲く弦から。ワン、ツー、スリー、フォー。だがために咲く弦から。ただそこに愛を落とした。こんな感じで、入ったり入んなかったりするのが、ちょっと最初にややこしいんですけど、覚えてきちゃうと自然にシンコペーションできるようになると思うんで、この辺がキーワードになると思います。で、さっきも言ったんですけど、シンコペーションが入ってくると気持ちがいいんで、できるようになるとね、リズムが速くなっちゃうんですよ。まあ、これがね、ちょっとやっぱ気をつけなきゃいけないなというふうに思うところでございます。で、決めというのはですね、ちょっとあると言えば、B メロからサビに行くところに、まあ、ツタタタタみたいなところあると思うんですけど、ちょっとここやって選ばれなければ、最初に出てくる B メロの一番最後の、せーの、こんな感じですね。チャパパパ声を届けって感じですね。チャパパパ、はい、ここはまあイメージで大丈夫かな。チャを一回チャを弾いてチャパパパパって伸ばす、こんな感じでいきましょう。はい、そしてサビの中の途中の折り返しのところでもちょっとした決めが入ります。あんなに遠くのサビの真ん中ぐらい、せーの、あんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でてダンダダツタン、こんな感じですね。からチャッパーンってこれ決めです。これはなんとなく動画のデモ演奏とか今ので、そういう感じねって分かっていただけると思うんですね。なんでこの辺は大丈夫かなと思います。で今日一番まあ決めとして大きいのは、間奏1番が終わって間奏でまたその後サビに戻る前にある選ばれなければ選べればいいの最後のところ、ちょっとねすごく伸ばすっていうか決めがあるんで、ちょっとそこをやってます。2回目に出てくる選ばれなければです。ワン、ツー、選ばれなければ選べたいい。ここで E7 サスポーで止まる。で、ワン、ツー、声を枯らして、なかなかこのね、空間が長いんですよ。なんで1回は E7 で止まって、その後無音の時にカチャカチャってこうドラムがどんどんダカダカみたいな風にやるところなんで、そんな感じでできればな。ちょっともう1回流れでやってみましょう。選ばれなければ選べたいい。声を枯らして、こんな感じです。ここは相当こう、ダーッとこう、溜めて、サビに、ラストのサビにドーンと行くみたいなイメージが大事になると思います。で、最後のサビも決め、途中で同じように決めが入って、最後エンディングに行って、突き進んでこう、バーッと行くぞ。こんな流れになっております。いや、シンプルですけど。結構深いですよ。歌とやっぱりシンクロ。この8ビートのチャのリズムと、歌のリズムの言葉が、がっちりとこう、がっぷり四つで、こう、ガッと突き進んでいく感じ。なんで、言葉のね、こう、瞬発力もね、すごく大事になると思います。あとはやっぱりね、もう言うまでもなく、アニメの世界観とか、この歌の持つね、歌詞の内容の世界観とかを、やっぱこう、頭の中でこう、想像しながら、歌う。やっぱ感情を乗っける。これが大事だと思いますね。はい。これ疾走感ますね。パワフルに行きたいんだけど、速くなりすぎないように要注意。はい。頭の中は、世界観でやっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。エメさんの残響参加ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる。1、2、3。
残響。残響参加、鬼滅の刃のこの主題歌ですけども、やってみました、かっこいいバージョン。いやー、ちょっとテンション上がりますね。かなりこうドライブ感があって、なんていうのかな、もう心地がいいです。はい、ぜひ皆さんじっくり時間かけて取り組んでいきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、まだそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。